タビー in HK。 はい、タビーです、旭川から走ってきましたね。距離にして188キロ、北見に行くよりはちょっと長いですね。そして時間は、まあ、休憩入れまして4時間ぐらいかかりましたね。やっと着きました。目的地浜頓別です。いやー、途中上頓別、中頓別、下頓別、そして浜頓別ですね。頓別のオンパレードでしたね。お、斜め右奥に、八田市ですから道の駅ができてますね。浜頓別はオホーツク海側をかなり北へ来たところです。もう稚内に近いですね。お、見えてきましたよ、正面。くっちゃらこですね。そして今日泊まるホテルはここかな。おー、温泉があるんですね。このウィングっていうホテルです。わー、なかなかいいですね。チェックインしたのでこれからお部屋に行きましょう。さて、部屋に入ってみましょう。おお、ここにまず洗面がありますね。そして収納かな。お、和室ですね。お、布団も敷いてあります。おお、なかなかいいんじゃないですか。窓からの眺めはどうですかね。お、湖、くっちゃらこ見えますね。お、手前なんですかね、これは。なんか、ここらの住居がありますね。ドア入ってすぐ横にトイレがありますね。ウシュレットもちゃんとついてます。清潔感あります。あとはテレビと、こちらに空の冷蔵庫もありますね。それでは風呂上がりのビールいっちゃいましょう。おお、あー、うまい。いやー、この夕日見てください。素晴らしい絶景です。おー、360度いろんな景色見えますね。わー、こっち側こちらも見えます。3階からの2号室からのこちらもです。
1階にお風呂がありまして、2階3階が客室ですね。和室がほとんどですね、水抜き。そして一番奥に洋室が1部屋ずつあります。それではセイコーマートで買った朝食買いましょう。パークゴルフ場あるんですね。いいな。パークゴルフして温泉入ってビール飲んだら最高。拡張コース、おー花綺麗ですね。部屋から見えたこれ、縦穴式住居です。すごい、こんなとこにあるんですね。古代を忍ぶ、おージャロコです。アマトン別マップ、白鳥が有名なのかな。おー綺麗な湖ですね。わー雄大。湖畔にキャンプ場あるんですね。いやー、テント張ってる方います。温泉付きコテージ、部屋の中はこんな感じになってますね。すごいいいです。アマトン別クッチャルコからチャンネル登録よろしくね。それではまたお会いしましょう。ちゃんちゃかんちゃん、旅旅旅チャンネル見てくれてありがとう。ちゃん。